S4 線はミラノの近郊鉄道の路線である。ミラノ通行線の開業に伴って2004年に開業され、現在はカムナゴレンターテ駅とミラノロゴレード駅を通行線を経て結ぶ。運営者はロンバルディア州の鉄道も営業するトレノルドである。S4 線はミラノ北鉄道に属するミラノ、アスソ線の一部とミラノ通行線を走行し、 直流3000ボルトの架空電車線方式で電化されており、全部で21駅、路線長は23キロメートルである。S4 線は毎日終日1時間に2本走っている。下りは、始発が午前5時35分のミラノカドルナ駅発、カムナゴレンターテコーで、終電が23時53分と0時23分である。また、 0時53分と1時23分は、セーベゾーの代行バスが2本行われている。セーベゾーを出ると、カムナーゴレンターテを経由せず、メーダ、カビアーテとマリアーの湖面性へ向かう。上りは、カムナーゴレンターテ発ミラノカドルナ行の始発が6時24分で、セーベゾ発が5時31分。ミラノカドルナ行の終電は、カムナーゴレンターテからは23時24分で、 セーベゾ発が23時31分です。カムナーゴレンター定期では S11 線と乗り換えできる。ありがとうございます。